矢ブズカ温泉は、群馬県大田市にある温泉。矢ブズカ温泉、矢ブズカ温泉とも称される。泉質は、メタ計算及び炭酸水素ナトリウム。湯の入り、滝の入り、西長岡の3つに源泉がある。5軒の旅館が存在する。うち、温泉を利用しているのは3軒である。大正時代その昔、湯の入りと呼ばれる矢ブズカの地に、 里人が小さな社の岩屈から湧き出る湯を病を治す、湯治場として使っており、この妙湯に馬が飛び込み一声高くいななくと、雲と雨を起こして天に舞い上がった。以来、冷静に変わっていたが、村の老人の枕辺に薬師如来が現れ、この水を沸かせば、万病に効く冷戦となると、お告げがあったという伝説が残る。 天智天皇の五代後期承人により開いたと伝えられ、また新田義貞が鎌倉攻めの折、傷ついた兵士を投じさせたと言われている。そのため、新田義貞の隠し湯と呼ばれている。正式な開け湯時期は不明だが、聖中年間発見と伝えられ、原文年間に川内六郎平が環境を得て、営業を始め、天明文化の頃に陰心を極めたが、文政期に衰退した。 明治初期には、今井渡る作り、伏せ島今金蔵らが再興し、明治10年代には、年間来客数が1万512人、末期には10万人に達した。1942年から1945年までは、中島飛行機の社員寮となっていた。2004年に発生した一連の温泉偽装問題で、温泉地内の一部旅館の温泉表示が問題視されたことがある。 これを機に温泉を使用している温泉旅館とそうでない観光旅館との区別が明確化された。2007年3月1日、清水正義太田市長による偽温泉発言が波紋を呼び陳謝する事態となった。ありがとうございます。